堀康介は、日本の政治家、自由民主党所属。衆議院議員、文部大臣、自治大臣、国家公安委員会委員長、衆議院憲法審査会長、自民党国会対策委員長、自民党政務調査会長、自民党憲法改正推進本部長などを歴任。衆議院議長や内閣官房長官、農林大臣、労働大臣、自民党幹事長、 自民党総務会長などを歴任した元衆議院議員の堀茂は父。東京府出身。1947年に東京高等支配学校附属国民学校。1953年に東京教育大学附属中学校、高等学校を卒業。1958年、慶応義塾大学法学部卒業後、日本成功に入社。 1974年には、フランスの NSK フランス SA 社長に就任した。父、堀茂の死去に伴い、講演会の要請を受けて1979年の第35回衆議院議員総選挙に、佐賀県全県区から自由民主党公認で出馬し、初当選。1982年、衆議院議事進行係を務める。自民党入党後は田中派に所属し、 田中派の分裂に際しては、竹下登が結成した、形成会に加わる。竹下派会長、金丸真の後継をめぐり、派内が、小渕慶三を推すグループ、羽田つとむを推すグループに分かれた際は、綿貫民助らと共に最初はどちらにも組みさず、後に、平成研究会に参加した。1990年、第二次山内閣で、文部大臣に就任し、初入閣。 九百九十九年、小渕再改造内閣で、自治大臣、国家公安委員会委員長に就任し、二度目の入閣。小渕の帰徳に伴い、急遽稲木内閣の形で組閣された第一次、森内閣で再任。二千五年七月、郵政民営化法案の採決で、反対票を投じた。そのため、第四十四回衆議院議員総選挙では、自民党の公認を得られず、 佐賀3区から無所属で出馬し、自民党公認の広津元子らを破り、重選総選挙後の特別国会では、再提出された郵政民営化法案に一転、賛成票を投じるも自民党を離党。2006年11月、自民党に復党届を提出。同年12月に、党金委員会で認められ、約1年ぶりに自民党に復党した。 堀の復党により自民党内では佐賀3区で当選した堀、比例復活で初当選した広津のどちらを直送選挙において佐賀3区で公認するかが問題になったが自民党佐賀県連はより強固な講演会組織を有する堀を公認する与党本部に求めた。2008年8月、総裁福田康夫の下で自民党政務調査会長に就任。 党執公部入りにより、次期総選挙での佐賀3区での公認は、ほぼ確実視された。次の総裁、麻生太郎の下でも、政調会長に留任。2009年8月、第45回衆議院議員総選挙に佐賀3区から出馬。自民党を離党して、みんなの党から出馬した広津を破り、11選。総選挙後、党憲法改正推進本部長に就任。 2012年の第46回衆議院議員総選挙で12選。なお同選挙を最後に佐賀3区は廃止されるため同選挙区から選出された最後の国会議員となった。横道隆博の公認の衆議院議長に名前が挙がったが、これを誇示した。同年、衆議院憲法審査会長に就任。2013年12月25日。 第47回衆議院議員総選挙に出馬せず、代議士を引退することを表明。2014年11月21日の解散により、失職35年にわたる代議士生活に幕を下ろした。2015年4月29日、春の叙勲で、朝日大受賞受賞。ありがとうございます。